はい、ヤスオです。ウォーフレームやっていきます。ということで、今回はこのゲームの基本中の基本である、モッドについて話していこうかなと思います。まあ、ただね、なぜヤスオはこのタイミングで今更モッドについてなんて話してるんだって話なんですが、大型アップデートでね、新しい人が来たら、この動画役に立つんじゃないのかなと思った次第です。で、モッドってすごい重要なもので、武器なんてね、撃てればいい、近接は殴れればいいって、そういうものなんですよ。ただ、モッドがないとね、ダメージが出ないということなんで、すごい重要なシステムですね。ぶっちゃけると武器よりも大事です。いや、ちょっと盛りすぎたな。で、まず大前提を話すと、武器、フレーム、そしてコンパニオン、クブローと、キャバット、そしてセンチネルとかは、全部レベル30が打ち止めです。で、1レベル上がるごとにモッドをつけれるコストが1上がっていきます。で、一つ例外があるとすれば、基本的にレベル30になったものは、30のコストまでしかつけれないんですが、こちら、オロキンカタリスト、そしてオロキンリアクターを使うことによって、倍の数字まで跳ね上げられると、レベル30になったら、60までのコストがつけれるようになりますよというアイテムですね、こちら。ただ、こちらのね、2つはちょっとね、課金で入手するか、もしくはたまーに来るアラートミッション、そして侵略ミッションで入手する方法しかないですね。普通になんかやってたら手に入るようなものではないので、あんまりなんか使わないようなものにはつけない方がいいかなと思います。で、オロキンリアクターはフレーム、そしてコンパニオンのセンチネル本体か、クブロー、キャバットにつけれて、で、カタリストの方は武器関係につけれるアイテムですね。で、次はフレームのモッドから説明していこうかなと思います。で、こちらなんですが、フレームの場合は10枠ありますね。で、一番上の2つはね、ちょっと特殊で、はい、左側はね、オーラ専用枠ということで、オーラモッド以外はつけれませんね。で、次、右側はね、エクシラスの枠ということで、エクシラス関係のモッドしかつけれないということで、ちょっとつけてみましょうか。まずはオーラモッドからつけていきましょう。で、左側をね、注目してほしいんですが、はい、なんか60から74まで増えてるぞっていう感じなんですけれども、こちらちょっと違うやつつけてみましょう。はい、あれ?なんか違うぞみたいな。実はですね、オーラモッドをつけることによってコストを増やすことができるんですよね。ただその増え方が、こちらなんか違うぞみたいな。はい、実はですね、枠に、極性っていうものがついていて、こういう風にね、ここにも結構ついてるんですが、はい、R みたいなマークがついてると。で、モッドにもなんか R みたいなマークがついてると思うんですが、こちら一致する、やつをつけることによってオーラモッドの場合は倍に増やすことができます。コスト。ただし違った場合はこういう風にね、1.5 倍、マイナス 1.5 倍っていうのかな?違う、0.5 倍になるということで、はい、ちょっと増え方が違ってくるんですよね。なんでそこだけちょっと注意してください。ただしこれが増えるのはオーラモッドだけです。普通のモッドをつけてもね、ただ消費されるだけなんで注意してください。で、次、エクシラスのモッドですね。エクシラスのモッドはね、こういう風にタブを開いて、左側のね、このエクシラスっていうやつから、選んでつけてください。こちらはね、このモッドしかつけれないと。普通のなんか先ほどのオーラモッドはつけれなくて、こういう風にね、つけれなくて、で、普通のモッド、こういうモッドもつけれないんで、そこだけちょっと注意してください。ただし、このね、エクシラスっていうのはね、基本的にフレームをゲットした時に、ここ、使えるわけではないんですよね。実は、エクシラスアダプターっていう、また特殊なアイテム、先ほどのオロキンカタリストリアクターみたいな感じのアイテムがあります。そちらはね、普通にゲームやってたら、まあ、ちょっと頑張れば手に入るようなアイテムなんで、ちょっと頑張って手に入れてみてください。まあ中盤以降になるかな、手に入るのは。で、次、ここの基本的な8枠のところについて話していきます。まあね、普通に選んでつけるだけなんですが、はい、オーラと同じようにね、ちょっと極性を合わせることによって、普通だったら14のコストなのにもかかわらず、極性を合わせることによって、半分のコストでつけれるようになるということで、まあね、コストが重たい、モッドをつける場合とかは基本的にこの曲線に合わせてつける感じになりますね。ここさえ覚えとけばなんとかなるでしょう。で、ここのね、8枠の曲線に合わせてできるだけモッドをつけていくっていうところは、他のね、近接ウェポン、そしてプライマリーウェポン、セカンダリーウェポンのところも同じなんで覚えておいてください。で、次、近接武器なんですが、ここのね、8枠は何でもいいとして、はい、
ここの枠は何なのかっていうとですね、スタンス枠ですね。実はね、こういう風にね、オーラ枠と同じで、モッドの容量をね、増やしてくれる枠になってます。なんでね、できるだけ曲線を合わせるように、つけた方がいいかなって思います。はい、で次、こっからすごい大事な話なんですが、曲線の付け方についてちょっと話していこうかなと思います。で、こちら、ちょっと適当な武器にね、モッドをつけれるだけつけてみました。左上をちょっと注目してほしいんですが、残り容量が2しかなくて、さらにモッド枠が1枠空いてる状況って結構あって、で、曲線がついてないから、こういう風にね、これ以上つけれない状況って結構あると思うんですよ。ただし、このね、フォーマっていうものを使えば、自分で曲線を変えれる、もしくは、新しいところにつけれるっていう感じなんですよね。このようにね、つけれるという感じです。こういう風に。とりあえずなんかつけてみますか。ちょっとね、ここの曲線変えたいんで、野草は。なんで、ここをちょっとつけていきます。はい、こんな風にね、なりました。ただし、フォーマーを使うことによってね、レベル1からということで、もう一度ね、レベルを上げ直さないといけないということなんで、そこだけちょっと注意してください。で、フォーマーの主な入手先といえばこちらですね。はい、ボイドレリックです。まあ、設計図自体はね、簡単に手に入るんですけれども、作るのにどうしても1日かかるということで、まあ、自分が使う武器にフォーマーを優先的に刺していくのがいいのかなって思います。ということで、以上、野草でした。またね、バイバイ。